です。はい、今日なんか TikTok 見てきてくれた3人組、お疲れ様です。お疲れ様です。どっから来たの？結構坂戸か近いな。東京都中野区。中野からわざわざ来たよ。一緒です。一緒で、ありがとうございます。え、これは何 TikTok 見て行こうぜって感じで。ずっと来たかったんです。ずっと来たかった。ありがとうございます。夏休みの予定を一日こんなんで潰しました。はい。で、今日はなんと3人とも、昔とも DM や、昔 DM やってた。はい。はい。行きました。はい。っていうことなんで、なんか復帰するかもしれないということで、500円デッキ例のね、買っていただきました。これはほんと500円で、なんかもう昔やってたことじゃん、帰ってこれるよっていういいデッキなんで。はい、ぜひ頑張って、昔の思い出してください。ありがとうございます。はい、で、じゃあこれを開封するのにちょっとダンスするってことで。はい。いける。はい。じゃあ行きましょうか。覚えてる？大丈夫、大丈夫。行くぞ。行くぞ。はい。開封するぞ。はい。開封するぞ。はい。開封するぞ。開封するぞ。最強の開封開封、最強の開封開封、最強の開封開封、最強の開封。よし。じゃあ代表して誰か。じゃあ。はい、お名前は。深田君、深田君がじゃあこの500円パックをバリッと、まあ、これ特に当たりとかないもんね。一応ごくごくまれに光ります。あ、そうなの。はい、ごくごくまれにね。ごくごくまれに表紙のカードの2枚目が光る仕様があります。じゃあ開けなきゃいけないって、このビニール取るの大変じゃない。まあいいか。取れる。そう、そこ、あそこだな。よしよしよし。え、大丈夫。尺がいいよ。尺は長くてもいいんだよ。でもこれは本当に500円でしっかりしたデッキが入ってて、非常にいいと評判。紙の質がちょっと違うの？レアリティが下がってるってことか。あ、そうですね。なんかビカビカのカードがな、はい、うん、ノーマル仕様で。そう、光ってるカードが全部ノーマルになったりはしますか。はい。そして2枚目が、あ、残念ながらこれがもっと仕様が、あ、違う、これ違う、ここだから、その下だ。その下？これの下っすか。ガガガの下の555ブランドがもしかしたら光るかもしれない。これがね、まあまあそれはもうめったにないから。まあまあ見たことないんでまだ。はい、ということで皆さん、じゃあ、ディエマの久しぶりに楽しんでください。はい、最強です。ありがとうございます。最強、最強。